皆さん、こんにちは。それら心理カウンセリングセンターの高間です。すいません、これちょっと、今日はこういう話です。アンガー。怒りの話ですね。今日は、手が滑っちゃって、この、シン・ゴジラ君にも登場してもらってます。もうこの見るからにこう怒りの権化ですね、これ、シン・ゴジラ。なんかこれ、放射能が出るらしいですね。胸から、尻尾から、背中から。これはうちの箱庭で使うパーツとしてあるんですけれども、この怒りの権化。そういう話を今日はします。そうですね、こう怒りの問題でやってこられる方っていうのは結構多いんですね。で、まあそういう人たちが回復していくためにはどうすればいいのかっていうことで、ご相談を受けるんですけれども。まあ、その人たちの怒りが収まっていくには、まあ時間はかかります。この絵で描きましたが、こっち側ですね。このなんだかわからない、この絵はですね、湖の中からメタンガスがこうなんか噴き出している、泥沼から、メタンガスがこうボコッとこう湧いている、そういう絵です。要はこのシン・ゴジラのこの怒りっていうのは、こういうメタンガスのようなこう憎しみ、を表現したものなんですね。で、カウンセリングに来られる方もそういう怒りを持っています。で、まあカウンセリング経過していく中で、その怒りがこちらのレモンスカッシュなんですけれど、レモンスカッシュのようなこう爽やかな、シュワーっとした感じ、メタンガスからレモンスカッシュ、まあ、これがその回復のビフォーアフターということですね。で、まあそれを、まあ、どういうふうに、回復していくのかっていうのは、これ一口でなんか話せるものではないんですけれども、そうですね、まあ怒りっていうのは感情ですから、別に悪い感情ではないわけです。悪い感情ではないから、こうよしよししてればですね、よしよししてれば、まあレモンスカッシュになっていくんですけどね。こういうところね、よし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 とこうしていればレモンスカッシュになっていきます。ただこの時間が、まあ、結構かかるわけです。だから相談に来られる方も大変だし、相談を受ける方もまあそこそこ大変なんですけれども、一つ言えるのは、まあ、こうしていればね、このシン・ゴジラでさえペットになるということ、まあ、ペットということではないですけれども、まあ、普通の怒りに、落ち着いていくということです。今日はシン・ゴジラ君にも登場してもらって、怒りということについて少し話してみました。それや心理カウンセリングセンターの高間でした。